はい、こんにちは。日本改革と靴沢です。ケンちゃん、アキラちゃん様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して政治活動資金にさせていただきたいと思います。今近所の神社のおみこしのパレードが通っておりますけれども、皆さんお気になさらず、チャンネル登録、メール登院登録お願いいたします。河野太郎に訴えられました、買ったよって、ドコモメールさんから、ご連絡ありまして、お礼の返信させていただいたんですけれども、フィルターに弾かれて戻ってきてしまいました。こちらの方でお礼言わせて、いただきたいと思います。昨日ですね、福岡だったら行くよって言ってくれたコメント17ありました。ありがとうございます。ちょっと回った方がいいよ、懇親会やった方がいいよってアドバイスしてくれた方がいらしたんで、札幌、仙台、東京、名古屋、福岡、大阪、6カ所で、メール登院懇親会やることにいたしました。北海道、仙台はやっぱちょっと暖かくなってからでしょうね。皆様よろしくお願いいたします。月刊花田編集長、石破政権は長くあるまい。その理由としてですね、安倍総理の国葬を前に国賊と罵り、役職停止1年の処分を受けた村上誠一郎総務大臣にして旧安倍派を完全に敵に回した。国民に判断いただく材料を提供するのは新しい総理の責任だと言いつつ、戦後最速で解散、アジア版 NATO をぶち上げておきながら、アメリカ、インドなどから反発があると、あれは将来のアイディアでーと引っ込める。日米地位協定改定をぶち上げておきながら、一朝一夕で実現するとは考えていない。日本と北朝鮮の連絡事務所を設置し、水面下での交渉をやめると言ってたのに、所信表明演説で言及なしと。そんなこと言ってたのか知らなかったな。原発ゼロを言ってたのに、原発の最大利用は安全という前提で進めていくと。異次元の金融緩和では日本経済は治らない、低金利批判してたのに、石破ショック、石破総裁決定で日経平均株価2000円以上下落が起きるとですね、現在利上げするような環境にあるとは考えていないと。現行保険証とマイナ保険証の併用も選択肢としては当然あると言ってたのに、従来通りの日程でやっていくと。すでに党内処分を受けている12人を蒸し返して非公認に、43人を比例復活不可にした。これで政権が長続きすると思ってるのか、言っております。世論です。なんか鳩山に似てきた。あと同性婚やら別姓やら先送りってのもありましたね。パヨが期待してて裏切られたって思ってる。なんか鳩山に似てきた。なんとなくそんな人だろうとみんな分かってたよね。自民党過半数割れすると思う。ほんとここまでひどいては、どうせまた変わんだろう。核共有おったまげ、マスコミの望んだ石破総理なのに、最初からボロが出すぎてハネムーン期間なし。うっかり信じても速攻で裏切れるから擁護すらためらわれる。軍備に関してはパヨから裏切り者扱いされてそう。高市さんだったらね。石破の口癖は議論を尽くさなければならないと。麻生最高顧問、高市用意しとけ。石破政権を短命と予想。石破の議論は賛否を明らかにせず逃亡っていう手口を使えますんで、なので両方に含み持たして、両方に期待させるから何やってもですね、裏切られたってなりますね。別姓先送りだって、パヨ界隈は裏切られた、思うんだろうし、村上総理大臣、うよ、裏切られた、岩屋外務大臣、うよ、裏切られた、マイナ保険証は予定通り、パヨ、裏切られた、原発は安全、パヨ、裏切られた、夫婦別姓先送り、パヨ、裏切られたと。河野太郎と一緒で全方位から失望されて嫌われる未来が見えます。私が一番ですね、石破って本当バカだなって思ったのがですね、党内に仲間いないんだから選挙に勝つことでしか力示せないのに、マスゴミが作った裏金批判にビビってですね、12人を非公認、再処分ですね、43人を比例復活とかにして当選しにくくした。自分の力を示すのは選挙しかないのに、党内に仲間いないから、選挙
を困難なものにしたっていう。ギャーギャー言ってる奴らは金輪際自民には投与しないそうなのに、そいつら気にしてどうすんだってね。各方面の予想通り短命に終わって高橋さんに変わってほしいですね。非公認となった自民議員、背筋が凍る思いだ。党から配布される選挙資金500万円がなーい。そうなのか、もらえそう。選挙ポスター貼りやチラシ貼りの人で支援がない。1000枚まで貼れた党のポスターが貼れない。政見放送がない。これ私そうなんだ。無所属で衆院出馬すると政見放送ないんだ。私参院選東京選挙区無所属扱いで出馬しましたけれども、政見放送ってやりましたよ。政見放送靴沢で検索してくれると、すぐ出てきますんで。非公認となった関係一郎、今村博之かな、越智貴雄議員は立候補取りやめだそうであります。世論です。裏金やめろと激怒した安倍さんを裏切った罰です。受け入れなさい。なんでこんな被害者面。そのために溜め込んだ裏金だろう。愚痴ってないでまた一からやり直ししますぐらい言え。比例自体が裏技みたいなもんだから、収支報告書に記載すればよかっただけの話なのにな。今こそ隠していた裏金を使うとき。非公認でも人望があれば地元が応援してくれんだろう。比例は自民党へっていう平沢勝栄のポスター笑うわ。平沢さん非公認になっちゃったもんね。自民党に比例票入れても平沢さんには関係なくなっちゃったね。試験ですけど、自民党って党から選挙資金500万も配布されてたのか。それで供託金出せちゃいますね。まあ自民党議員だと募集はされないだろうけど、こいつらって二言目には政治には金がかかるって言うけど、一体何にそんなに金があるんだ。何も思いつかなくてさ、新しい方法、昔ながらの金がかかるやり方を続けてるから金かかるんじゃないの。小泉進次郎、政治には金がかかる、だからこそ政治には金がかかるんですとか言いそうだけど、非公認で出馬する人の当落予想が出ておりました。それによればですね、中根和幸かなり苦戦、下村博文、高木剛、小田原清、細田健一やや劣勢、まあ苦戦っていう、萩生田光一、平沢勝栄やや優勢なれど予断許さず、西村康稔優勢、地元にですね強固な地盤を築いているみたいであります。額に汗して働く姿が好感が持てるそうで、西村康稔、萩生田光一、平沢勝栄の3人しか当選しない可能性ありますねこれね。衆院定数は465、過半数は232、議長は投票できませんからね。現在の自民党議員数は258人、26人減らせばですね単独過半数割れですね。こうなっちゃうと公明党の言いなりになっちゃうんですけど、ちょっと減らして増税その他を反省したらいいんだねえの。意地でもトリガー条項発動しないとことか、 LGBT 法強行したとことか、あとは少子化対策のためなんですよ、国保税上げちゃったとことかね。自民に逆風、期待ほど支持率伸びず、新政権のご祝儀相場なし、発足時支持率は 53.3% で、民主党から政権奪回奪還以降で過去最低と、党内からは計算が狂った、新次郎が勝っていればの声も、新次郎総理だったら、もっと支持されたんじゃないかって、思ってるみたいなんですけど、世論です。小泉のアホがバレただけだったな。もう何もかも狂ってるな。計算が狂ったからこそ、計算が狂った。バカ小泉に期待するバカ自民党議員。自民党議員自身が、石破って思ってるんだから、どうしようもない。今まで言ってきたこと、何一つとして守ってないんだもん。これ石破の話かな。自民に投票しない層にこびても、選挙に勝てないのが、なぜわからないのかね。高市さんだったら今頃フィーバーだったんだな。そうだよね。高市さんだったらフィーバーだったんだね。高市さんだったら総裁選で言ってることと今やってること違いなくて、裏切られたって思う人、いないでしょ。パヨどもは絶叫すっかもしんないけどね。小泉ならって今頃そんなこと言ってるバカ議員がいるとは。新次郎は総裁選でですね、バカがあまねく隅々までバレて自民党員に見限られたんだから、選挙で有利に働くわけねえだろうがって、党員票1位だった高市さんを顔にしなかったのは自民党議員自身だしね。高市じゃいいやって、岸田の支援、それが通っちゃったのもダメでしたね。
日曜報道の党首討論で令和代表で出演した大石あき子、自身の不記載を指摘され、私のは不記載じゃない、自民の不記載と一緒にしないで叫ぶが、司会の端切りにですね、言い訳はいいですと突き放されると、大石の収支報告書、実に寄付金の 45.4% が寄付者不明で全議員中トップでした。世論です。マネロンアキコか、外国人だから書けないんだろ、外国勢力が背後に介在してそう。出所のわからない寄付金ランキング1位に輝いたのが大石あきこと歩むかい。名前を明かせられない人から金もらってんだろ。自民のが裏金なら大石のは闇金だな。もう開き直って完全にソントモードやな。ソントっていうのは立朝鮮の伝統で、裁判所でですね、被告と原告が怒鳴り合って黙った方が、言いまかされた方が負けっていうですね、怒鳴り合いが得意なやつだったら法律をねじ曲げられるというですね、バカな伝統であります。外国からの賄賂新選組ですか。大石はどこがどう裏金じゃないって説明できねえんだから、じっとしてりゃいいのにね、テレビにも出ねえでね。出所不明の金が45.4% で、全議員トップってね、中国、韓国、北朝鮮からもらった金だから書けないんでしょ。外国人からの政治献金禁止されてるしね。派閥からの金が途中で消えた自民の不記載と、誰からもらったかは書かない大石と、どっちが悪質なんだかよくわからんけど、外国のスパイっぽい方のは、大石の方ですよね。東京都が少子化対策の名目で官製マッチングアプリを開発公開。なんか所得証明書が必要だったり結構厳しいみたいですよ、利用するのは。ゲイ男性ゲーム系対応がないのは差別を助長するなどと批判。ありもしない差別を想像して飯の種にしたい東京新聞かと思ったら、やっぱり東京新聞でした。世論です。少子化対策だから、子供増やすのが目的だから、ゲイ同士で子供作れるんか。ゲイの性処理支援事業ではないから、そっちにゲイ合する必要ないだろ。対応しないという多様性を認めろ。そんなもん盛り込んだらそっちのカップルしか集まらなくなる。どうしても欲しけりゃ自分で作れ。ゲイのお相手探しのお手伝いしても子供増えないからに決まってんでしょうね。俺のお相手探しを税金で手伝いって言ってんのがこのバカは。目立つのが嫌な普通のゲイはこんなこと言いませんからね。言ってるのはゲイはゲイでも活動家ですね。こういう発言を一般ゲイはですね、目立つからやめてくれよ。めんどくさい連中って思われて忌避される存在になってしまう。迷惑がってますよ。少子化対策の授業なんだからゲーム系ないのは当たり前。言う前、書く前にその腐ったのを見せて少し考えればいいのにね。今日の単身です。共産党全国に216人を擁立する。うち140選挙区で立憲と被る模様。共産田村、うちが引っ込めると思ったか。立憲と全面抗争の構えであります。立憲共産共倒れで自民の数を思ったほど減らないかもしれないですね、これね。共産と共闘を始めたのは枝野幸男でした。完全にミスったよな。今回は本人も落ちそうですけどね。海江田万里と続きですね。元代表が落選っていう生き恥、また見れるんでしょうか。埼玉5区は注目ですね。自民党を離党し二階三男の選挙区に殴り込みをかける世耕元参院幹事長に二階陣営が激怒。県会議員みたいですけど、どれだけ世話になったかわからない自民党への反党行為だ。いや、その自民党が世耕さん放り出したんだから何やってもいいんだねえの。どんなことがあっても世耕を蹴落とさなければならない。これは戦争だ。法に触れない限り使えては何でもやる。世耕を徹底的にやっつけて勝つと。威勢いいですね。地元の評価は世耕優勢三男さんは顔がちょっとね、詳細は控えますけど、応援したいくなる顔じゃないんだな。二階の中国利権を継承する三男よりですね、世耕さんの方が日本にとってマシと思われます。菅直人政界引退、後継は松下玲子元武蔵野市市長。マイナンバーカード、デジタルって言うけど、あれカードとも健康保険証と同じプラスチックでできていて、マイナポータルはデジタルかもしれませんが、マイナンバーカード自体はデジタルではないと私は思っている。もはや何を言ってるか全然わかんないですね。何度読んでも何が言いたいか全然わからない。異次元の日本語を使ってんですかね。スーパーのポイントカードとか間違ってないかな、この人。
というわけでチャンネル登録よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。